プレーリードッグは北米のプレーリーに生息する小型哺乳類で、アメリカなどでよく見られます。体長は3,040cmほどで、社会性が強く、地中にトンネルを掘って群れで生活しています。草食性で草や草の根を食べており、特に草地や乾燥した土地を好んで生息しています。その愛らしい姿や社会性からペットとして飼われることもありますが、野生動物としての生態も大切に保護されています。またプレーリードッグは生態系にとっても重要な存在であり、彼らのトンネルは他の動物の巣穴としても利用されることがあります。そのため彼らの生息地を守ることは他の動物や生態系全体の維持にもつながるのです。プレーリードッグの中にはケンネルと呼ばれる巣穴を掘るための専門家がいることが知られています。これにより他の動物がそれらを利用することができ、生態系全体での多様性を促進します。またプレーリードッグの群れは警戒行動やコミュニケーションのために様々な鳴き声を発することで知られています。これらの愛らしい動物は私たちにとっても自然界にとっても貴重な存在であり、彼らの生息地を守ることは地球全体の生態系を守ることにもつながるのです。プレーリードッグはその社会性や生態系への重要性から人々に多くの関心を集めています。彼らの生息地を保護する取り組みや人間との共存を目指した環境保護活動が広がっています。また多くの動物園や自然保護区ではプレーリードッグの展示や保護活動が行われており、これにより彼らの生態や生態系への貢献を学ぶことができます。彼らの可愛らしい姿と生態系で果たす重要な役割を知ることで、より多くの人々が自然保護活動に参加し、地球全体の生態系のバランスを保つことに貢献するでしょう。プレーリードッグという小さな動物が私たちの意識を大きく変え、地球環境の未来を知る。プレーリードッグはその愛らしい姿や生態系への貢献から様々な研究や保護活動が行われています。彼らの生息地を守るための取り組みや人間との共存を目指した環境保護活動はますます広がっています。また多くの動物園や自然保護区ではプレーリードッグの展示や保護活動が行われており、これにより彼らの生態や生態系への貢献を学ぶことができます。彼らの可愛らしい姿と生態系で果たす重要な役割を知ることで、より多くの人々が自然保護活動に参加し、地球全体の生態系のバランスを保つことに貢献するでしょう。プレーリードッグという小さな動物が私たちの意識を大。プレーリードッグはその社会性や愛らしい姿から多くの人々の関心を集めていますが、彼らの生息地や生態系への貢献を知ることはさらに重要です。彼らが生息するプレーリーの保護や他の動物との共存を目指す取り組みが必要とされています。また野生動物保護団体や自然保護区での啓発活動や保護プログラムへの支援も大切です。プレーリードッグの生態や重要性を広く知ることで、自然保護への理解や参加が促進され、地球全体の生態系のバランスを保つことにつながるでしょう。彼らの存在が地球環境の未来に果たす役割を考える上で、プレーリードッグに対する保護と支援が欠かせません。プレーリードッグはその愛らしい姿や生態系への貢献から様々な研究や保護活動が行われています。彼らの生息地を守るための取り組みや人間との共存を目指した環境保護活動はますます広がっています。また多くの動物園や自然保護区ではプレーリードッグの展示や保護活動が行われており、これにより彼らの生態や生態系への貢献を学ぶことができます。彼らの可愛らしい姿と生態系で果たす重要な役割を知ることで、より多くの人々が自然保護活動に参加し、地球全体の生態系のバランスを保つことに貢献するでしょう。プレーリードッグという小さな動物が私たちの意識を大。プレーリードッグはその社会性や愛らしい姿から多くの人々の関心を集めていますが、彼らの生息地や生態系への貢献を知ることはさらに重要です。彼らが生息するプレーリーの保護や他の動物との共存を目指す取り組みが必要とされています。また野生動物保護団体や自然保護区での啓発活動や保護プログラムへの支援も大切です。プレーリードッグの生態や重要性を広く知ることで、
自然保護への理解や参加が促進され、地球全体の生態系のバランスを保つことにつながるでしょう。彼らの存在が地球環境の未来に果たす役割を考える上で、プレーリードッグに対する保護と支援が欠かせません。プレーリードッグの研究や保護活動は今後もますます重要性を増していくでしょう。彼らの生息地を守り、他の動物との共存を図る取り組みは、地球全体の生態系のバランスを保つ上で欠かせません。さらに人々がプレーリードッグの存在に対する理解を深め、自然保護活動への参加を促進することが必要です。彼らの可愛らしい姿と生態系で果たす重要な役割を知ることで、より多くの支援が集まり、持続可能な地球環境の実現に向けた一歩となるでしょう。プレーリードッグは、その社会性や可愛らしい姿から多くの人々の関心を集めていますが、彼らの生息地や生態系への貢献を知ることはさらに重要です。彼らが生息するプレーリーの保護や他の動物との共存を目指す取り組みが必要とされています。また、野生動物保護団体や自然保護区での啓発活動や保護プログラムへの支援も大切です。プレーリードッグの生態や重要性を広く知ることで、自然保護への理解や参加が促進され、地球全体の生態系のバランスを保つことにつながるでしょう。彼らの存在が地球環境の未来に果たす役割を考える上で、プレーリードッグに対する保護と支援が欠かせません。プレーリードッグは、その社会性や愛らしい姿から多くの人々の関心を集めていますが、彼らの生息地や生態系への貢献を知ることはさらに重要です。彼らが生息するプレーリーの保護や他の動物との共存を目指す取り組みが必要とされています。また、野生動物保護団体や自然保護区での啓発活動や保護プログラムへの支援も大切です。プレーリードッグの生態や重要性を広く知ることで、自然保護への理解や参加が促進され、地球全体の生態系のバランスを保つことにつながるでしょう。彼らの存在が地球環境の未来に果たす役割を考える上で、プレーリードッグに対する保護と支援が欠かせません。